では続きをと言いたいんですけれど、実はね作っちゃった、あのね携帯でね動画をダラ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 見ながらもうゆっくりゆっくり作ってここまでやってしまった。もうほぼ完成だけど、まあほぼでね、ほぼなんですよ。ワックスもかけてないし、でまあここまでね行き立つ組み立てていく上でのねお話っていうのなんだけど、とりあえず今回のねこれ2台作ったんだけど、なんだろうね、前回僕が作った時にはオープンにしちゃったから気づかなかったんだけど、今回ねこれ閉まらないんだよね、ちゃんと。ちょっとショックだな。なんかエンジンのなんか中がね少し干渉してるみたいで、ダメだった。あ、こうやってギュッとこうしておけばある程度閉めるけど、多分時間とともにこうパカーンと開いちゃうんじゃないかな。 でもね意外とこの横の扉はしっかりと収まった。前もってそれが気になる、まあ塗装とかでね膨らんじゃうかなと思って、あえてこの縁を少しペーパーでね磨いておいたんで、それで磨いた分がちょうどこの塗料の厚みでカバーされて綺麗に収まったね。これはなかなかだ、とあとメッキパーツっていうのは全部これねデコプリンセスで接着という形かな。あと何かやってって気になったところは、もちろんこの穴、このミラーね、こっちだけついてるんだけど、あれですよ、ピンバイスで1倍のねドリルで穴開けてっていう感じかな。裏に案内の穴が開いてるんでね。あとは気になるところ、やっぱりね塗装の厚みとかでここの横のこのね2本のメッキパーツの部分、ここが入りがね塗膜で厚くなっちゃってね入りづらいんで、両サイドこっち側とこっち側両サイドをこう少しナイフで削ってあげた、カッターで削ってあげて接着面のところね、まあそれをやることによってメッキも剥がれて、なおかつ狭くなった分ねスポッと綺麗に入った。でメッキが剥がれてるから、ここはいつもの流し込み剤をちょんとこう当ててねくっつけるような感じにしたかな。まああと変わったところはないかな。割とこう綺麗にできたね。やっぱいいね、かっちょええ、めちゃめちゃかっこいいね。まあという具合で一応ここまで組み付けは終わってしまいました。申し訳ない。でまだワックスはもちろんかけてない状態で、今から今度はね土台をやっていこうかなと思います。土台をやっていこうかなとも思うんだけど、ちょっと待ってね、ここで少し小細工をしようかなと思います。そんなことしないでよっていう感じはするんだけど、こっちのねまあこう見てこっちの方がいいか、ここでいいか、ここになんかいろいろ書いてあるし、材料的なものがここに自分の名前でも作者としてねこれを作ったよっていうことで、ナーベさんって書いてある。で2台あるんでね、よいしょっと、よいしょっと、2台とも書いておこう。黒なんで白の修正液で、ナーベさんと。これで裏を見れば、あ、俺のだってわかる。そうだね、いつ作ったかも書いとこうかね。これは動画をアップする頃のことを考えて、2017
動画アップすることを考えると、まあ7月にしておきますか。こんなんね、すぐ乾いちゃうんでね、もうこのまま次の工程にぶっ込んでこう。で、今回この車っていうのが、まあ、やっぱり古い車っていうだけあって、カーボンデカール、カーボンデカールじゃない、カーボンのシートを台に貼っちゃうと良くないんでね、大理石にした。あ、しまった。一気に全部切ってしまった。大丈夫か。よいしょ。で、真ん中からこう、こんな感じでこう、貼っていってね。ウエストというか、まあ、こういう布を使ってこう、中から外にこう、空気を、出すようにしてね。もう一枚。バレてしまう、ここね。作りかけのものがね、置いてあってね。えい。結構ね、刃をカッターをね、寝かして走ってる。カッターを寝かせて走って、ここに沿ってね、こう切るような感じかな。という感じで、でもう一回こうする。綺麗に密着させてやると。いいね。やっぱこれは大理石風の方がやっぱり旧車っていうのだけあってね、なんかこう、なんだろう、高級な超お金持ちの家に、家の中に飾、家の中、なんだろうな、お城に飾られてある、お城って言うと言い過ぎかな。そんなイメージでね、ちょっとこう、なんだろう、すごいいいところの展示会に、展示場に置いてあるような感じをイメージして、大理石風のやつ
スを今回はイメージをしてみました。この時点で綺麗にこう取っておかないと、あのカバーがね、この肉厚の部分でこのフィルムのね厚みで締まらないっていうこととか、締まったはいいけど今度外れるのにすごい力がいるとか、もちろん力がいるとね本気で外そうと思った時にはね、あの衝撃が生まれちゃってプラモデルをねやらかすことがあったりするんで、割とこの辺はシビアに綺麗に取っとくようにしておかないと、あちゃーって後でなると。よし、できたよ、2つとも。なんか動画でねまたくだらない話を喋ろうと思ったんだけど忘れちゃった。よし、この前ね、なんだろう、なんか別に差別するお話じゃないんだけど、別に趣味はね好きなことをやればいいと思うから、あのこの前ね、なんだろうな、オカマなのかなゲイなのかなっていう人見て、やっぱりね僕あんまりそういうの、自分がその女装したいとか思ったことないんであれなんですけど、まあ冗談で女装はしたことあったけどね、遊びでね。だけどやっぱりなんだろう、したいと思ったことが、あ、まあしてないんで、やっぱり本気の人を見ちゃってね。だけどその人ね、あのまあある日ね、僕があの仕事で出てる時に、まあちょっと喉渇いたからコンビニで飲み物買おうと思ってコンビニに行ったら、人はね着替えてたんだよね。そのね、着替えてたっていうのも、車に、あ、車を止めて車の後ろのねワンボックスみたいなやつね、後ろを扉開けてやって、あの着替えてて、全身タイツのような格好で、なんだろう、あの最初そのアスリートかなんかでピチピチの着てたから、アスリートとかそういうスポーツやってる人なんだろうなと思ってね見てたら、なんかすごいおじいさんぐらいの人で、おっぱいがあって、えと思って最初、いや顔見てもどう見てもおじさんだよねっていう人でびっくりしちゃった別に否定はしないよ、別にそれ人たちを否定するっていうことは僕のプラモデルを否定するっていうことと同じ意味だから。ただ僕が言いたいのは、もうちょっとねデリカシーのあることをしてほしいよね。その着替えるところにちょっと問題があると思うんだよね。そのおっぱいがあるっていうのも、なんていうの、そのあのそのスーツみたいなので、あからさまに胸がさとんがってんだよね、違和感ありありの感じで。でやっぱりどうしてもそのね、僕の車のこう駐車場、車、僕の車、空間の駐車スペース、その人っていう感じで置いてあったから見えちゃうんだよね、こう目線的にで見えてしまって、でそこで後ろで着替えてて、あちょっと見ちゃまずいもん見たかなと思ってね。やっぱりそのだけどせめてワンボックスに乗ってるんだから中で何とかして着替えようよとかも思いながら、でその人最後にあの こんなねすごい、こんなすごい高いヒールのテロンテロンのエナメル調の紫色のハイカットのブーツをいきなり履き出したもんで、お本物だったんだとか思ってね。いやだってでも
紫色のテロンテロンのさエナメル調のハイカットのやつなんて履かんでしょ普通。果たしてそれを履いて今からどこに行く気だったのかなとかもねちょっといろいろね想像しちゃったね。だからね僕が住んでるところって田舎だから都会の方に行けばねそんなになんだろう不思議じゃないのかもしれないけど僕にはちょっとね刺激が強すぎた。おうと思っちゃった。いるんだこんな田舎にもと。もちろんねその否定しとるわけでもなく軽蔑してるわけでもなくだよ別に本当にいいんだよ好きなね好き趣味だから別に好きなことやればいいんだし女装が趣味ですっていや別に法律違反でもないし法を破っちゃえばまずいと思うけど法を守っている以上別にいいと思うんだよね何でも。プロモデルを作ることがね法に違反してればそれはね僕だって動画なんかにしないし別に趣味だからね何やってもいいんだよ、うん、法に触れなければ人に迷惑かけなければ、まあ、その人のね女装でもねただびっくりしたすっごいスタイルのいい人でシュッとしとってねそこはちょっと見習わないとなと思う。僕ね最近激太りしてね本当にやばい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 しかも痩せる気が痩せる気はある痩せることをしてない。なんかクリアパーツって穴開きにくいな硬いからかなやっぱり。そうこのねケツがねケツじゃないねシャーシがねクリアパーツなんだよねこれ。硬い硬いこれやっぱりその当てがってやるから先に穴を開けておくっていうことができないんだよね。実際に物を置いて例えばオープンにした時にでも干渉しないかなとかそういうの見てねやっぱりやりたいから。まあ今ね説明なかったけど見ればわかるよね大体何やってるか。アダルトフェラリ作った時と、ね、一緒でね台の方には 3mm 3パイで穴開けてこっちのシャーシの方には2.8 パイで穴開けてやる。ああそういやあよかった。もうネジがなくなった。でまあ錆びたりすると嫌だからこのねステンレスのネジを使う。特にこのこういうねとんがったタイプのやつねを使う。食後で勢いづけてこんな風にやっとったらなんかお腹痛くなってきた。よいしょいい。なんかそのオカマの人オカマとかなんかお鍋の人って結構ボーイッシュでなんだろう心も男っていう感じなんだよねお鍋さん。そんな気がする。だけど男の人ってなんか様々だよね。本当なんか女っぽくぽい人と本当に女になっちゃってる人と女を目指している人と男の人の場合ってなんか様々だよね。よしくっついたできた。こんな感じであんまりこうああここねあんまりきつく締めない。まあ聞いちゃえばいいぐらいな感じで。でこの際にあこの際にしようかこの時にちょっとこうダメだ今締め切っちゃったな。まだ締め切る前にタイヤ要はホイールの向きを
合わせて置いた方がなんかあの完成した時の見栄えがいいからね。うん、あ全然違う方向を見てる。こうやってねホイールの向きを合わせてこう上からもこう見て位置がちゃんと決まってるかなっていうところでしっかりしっかりというかまあ優しく止めてあげましょう。この時にこの間をこう横からこう見てあげてシャーシがこうボコッとこうしてくると締めすぎっていうことだからダイヤがちゃんと着地してなおかつちょっと膨らんだかなっていうあ引っ張ったかなっていうぐらいのところでやめておくといい。で実際にこうずらしてみてこれがビタッとこう止まっていれば OK かな。まあ感覚の話ねこれはさすがに。で一応こういうふうに設置完了。やっぱり大理石の上にあるとなんか高級感出るね。で上に乗っかったこのホコリとかをこういうエアブローでちょっと拭いてホコリもちゃんと取れて綺麗になったという感じでもう一台やってしまう。まあね、お釜の人のお話はもうどうでもいいね、そんな。まあ、一応ね、お釜の人でもね、着替えるときはね、ちゃんと。いくらその元は男なのかもしれないけど、着替えるときは、ちゃんと。そんな思いっきり外で着替えるっていうのはねやめましょう。露出狂の人かと思われちゃうからね。まあ裸じゃなかったけどねそのスーツ着てたけどね。なんかあれだよね男の人がさ裸でおればさキャーって言われてさ女の人がさ裸でおればさおーってなるもんね。変な話だよね。あちなみに僕露出狂じゃないからね。露出狂であってもなくてももう見せれない体になってきちゃったからね。運動しなきゃ運動しなきゃっては思ってるんだけどね。思ってるだけなんだよね。運動ってさ週末ちょっと動くだけじゃ意味ないじゃん。やっぱり継続して毎日こうねウォーキングとかだけどさこの辺なんかねウォーキングなんかしたらさ惹かれるんだよね。薄暗いくせに車の通りが田舎のくせにこの辺車の通りが多くてしかもすごい暗闇ばっかで本当にちゃんとこのたまにいるんだよあのねおじいさんおばあさんとかがあの健康のために歩いてるあのねすごい迷惑で反射板とかちゃんとあのタスキみたいなのつけてればいいんだけどでなんか暗ぼったいような服着て長生きの健康になって長生きするために歩いとるのに惹かれて死ぬぞ林にするぞと思うんだよねいつも。引いた方がたまったもんじゃないからちゃんとねウォーキングする際は明るめの服を着てあの反射板をねタスキが一番いいね。あのちっちゃいなんかキーホルダーみたいなのとか懐中電灯持ち歩くぐらいだと懐中電灯だってあの一方方向しかねそれこそランタン持って歩いてるぐらいの方が見やすくていいんだけど。あガツリは泣いた。うわうん本当ねちゃんと明るい格好して長生きするつもりが早くねそんなんで早く死んでしまったみたいな健康な状態で早く死んだみたいなのになっちゃうからちゃんとその辺は気をつけましょう。ちょっとこれラチャーかねちょっと一旦ここでカメラ止めます。